三時ですおやつです下町グルメ選手権夢中で一時間番組を進めているとこんな私にご褒美がやってきますそうです三時ですおやつです下町グルメ選手権の時間でございます、えー、リスナーの皆さんからですね 「あそこの商店街の何々が美味しいよ」とか「うちのねもうほんま近所やねんけど夕方必ず行列ができてんねんで」っていうコロッケが美味しいねやわーとかね、えー、あそこの回転焼きが美味しいとかどら焼きが美味しいとか和菓子が美味しいとかケーキが美味しいよシュークリームがそういうお話をこのコーナーにお寄せいただいておりまして、えー、ご紹介するわけなんですけれども今日はラジオを聴きの方ご推薦のお店でございます。奈良県生駒市の 美穂さんご推薦のお店です。近鉄奈良線富代駅から徒歩,歩1,2分ほどのところにあるブーランジェリーアッシュというお店を推薦します。こじんまりとしたパン屋さんなんですが種類はとても充実しています。私は特にクロワッサンが好きです。生地がパリッとしていて とても香ばしいですシンプルな雰囲気ながらはっきりとした個性を感じるパン屋さんですぜひ行ってみてくださいとお便りをいただきましたのでおやつ娘の佐藤桃子さんが買いに行ってくれましたこんにちはこんにちはよろしくお願いします今日は佐藤さん入ってくるなりいい香りと一緒に入ってくる、はい、そうなんです、はい、今日はカリッと、ね、焼き上げたパンを買ってきました、はい まずこのお店なんですが、はい、どこに、はい、どの辺にあるんですかお店は、はいえー、近鉄奈良線富尾駅ですね、はいえー、から徒歩もう本当に12分駅の近くにあります、はい、東出口を出ていただきますとロータリーがありまして、えー、まあそこから南に進む大きな道一本の道がありますのでもうそのまま南へ進んでいってください、はい、あの突き当たりを、えー、東に曲がった角にお店がもうありますので、はいはい、すぐに見つけていただけるかと思います お店,お店の雰囲気はどんな感じですか、はい、外から見て。そうですね。結構シンプルな感じの作りなんですけど、んなんかちょっとおしゃれな格子窓がありまして。はい、そう、あの、結構、あの、角なので、あの、お日様の光もすごい入って。はい、中はシンプルなんですけど。素敵なんか。すごく素敵な。日の当たるパン屋さん。そうなんです。いいですね、はい。もパンが照らされて、美味しそうに。ブーランジェリーですから、ね。はい おしゃれな感じ今年で14年目ということで奈良県の同じ新大宮の方で最初お見せされて<ー>まあ移転されてきたということなんですけれどももともとパン屋さんをやってたわけじゃなくてあの音,楽あの音楽学校出身ということで今でもなんかあのジャズって。 ジャズギターをライブでやったりされるということなんですけれども。<ー>はい、その音楽学校卒業してから、あの不動産の営業とか。お三十代半ばぐらいまでされてて、はい、その後脱サラされて、はい、ちょっとお店をしたいなって思いが前々からあったそうで。はい、そこからパン職人募集という、あの見つけて、あの修行して、独立をされたんだそうです。面白い経歴の方、ね。方ですね。はい。へえ<ー>。すごくあの雰囲気のあるこう渋くて、シュッとした方でした。今。 숫자는 次元ちょっと今イメージしす合ってますでもその雰囲気はちょっと雰囲気ですかとても落ち着いた方でああそうなんですかお医者さんご夫婦でされてまして旦那さんがオーナーシェフとして製造をされてて奥様が販売などを担当されているということでお一人で製造ということなんですがパンの種類がですね種類ぐえっちょっと聞いたところによりますと。 七十種類、はい、あるということで。三軒やれますよ店。そうですね。<え>びっくりしました。あのまあえっと菓子パンから惣菜パンとまあ半分ずつぐらいあるということなんですけれども、はい朝の四時からパンを焼いてらっしゃるんだそうです。嬉しい最近ね、はい、あのお昼からしか開けへんパン屋さんって増えたんですよ。すねはい、朝からこのいい香りさせてくれてるパン屋さん。はい 嬉しいですねです地元の人となうええー、なここに住みたいなと思いますよね今朝、はい <laughs> まあ、8時からあの夜の8時まで空いているのでまああのお仕事帰りの方とかも立ち寄っていただけるような本当ですね、はい、場所になってますね夜8時まで空いてるっていうのもうちょっと珍しい珍しいですよね 途中でやかはんにょなまたこれ。かもしれないです、ね。まあ売り切り次第今終了にはなるということなんですけれども。七十種類はあれですよね。常時あるわけじゃない。ですよねそうですね。まあ常時あるわけではないと思うんですけど、まあ、数的にはでも今日すごく多かったです。す一回いっぱいこう試してみたい。っていう感じなんですかね。はい。まあの本当に幅広い方からね、あの愛されているお店なんですけれども。はい、まあ今回その美穂さんが、えー、おすすめしていただきました。はいええ、クロワッサン。 なんとみめうるわしいこのクロワッサン。綺麗ですね。はい、あのこぶ、小ぶりなんですけど。はい、綺麗なそうですよ。これ。はい、シュワーっとこういっぱいこう、シュワって。私の顔のシワみたいな <laughs>。ちょっと焼いてくれてますけど。け <laughs> あ、そうなんです。あの、ちょっと、あの、少し霧吹きとかで、裏表、水分かけて。はい、あの、まあ、ワット数にもよるんですけど、一二分、カリッと、焼くと、水分が蒸発して、食感も。 あの良くなるということで、<ー>今日はちょっとその感じでやってみました。上手にできてるかな。はい、お家です。るの時もそうだったらいいんですね。そうですね。あもったかパリパリ言ってるよ。<や>まだ食べてませんよ。はい、まだ食べませんではちょっといただきます。はい、はい。いい香り。いい音がしましたね。うん。 あの本当にシンプル、はい、で多分ほかほか何も邪魔しないと思いますこれだとあとからおかけできましたねコク<ぁ>というかうん何やろ、はい、バターかなはい、はい、あそうなんです 小麦粉を使用しててあのバターをね育層、はい、にもこう織り込んで、うん、であの高温で短時間で焼き上げてることでこの,カリ,のカリッと感というかざっくり感というかであのクロワッサンのこの折りって言うんですかね、はい、割と少なめなんだそうですえそうなんですか、はい、そうすることでざっくり感が出るということで、はい、この折りが多いとあの柔らかくなるそうなんですけれども、うん、あえて少なくしているということでした。あのね、時々んんって中中何にももないやつあるんですけど、はい、これはちゃんと中も あのぼっどっしりしてますそうですしっとさんというか、ね、はいもうこれは美味しい、はい、いいなぁさからこれいただけるんやったらもう一個なんか思っもそうなんですこちらがですね、はい、あの一番人気アシュさん一番人気ということのえっと紅茶の食パンですね紅茶の香りなんですねこれなんですちょっと食パンいただき、はい、食パン大好きなんですよね、はい、こっちもねオーブンで焼いてます うんうん、これ何にもつけなくていいですこれもさっきのクロワッサンももちろんそうなんですけど、はい、このまんのダージリンティーを生地に練り込んであって角食、えー、パンより甘めに。 作っているということなので、まあ、おやつにもそのまま食べていただけますし。いいしいええーはい、まあ、ちょっとバター塗ってもいいかなとは言われてましたね。そうですか。はい、いや、私もこのまま。このままでも。はい。美味しいです。そうなんです。えー、日替わりで食パンが、これは常時あるんですけれども。はい、まあ、月曜日はくるみの食パン、水曜日はレーズンブレッド。で、金曜日はまたくるみの食パンと。日替わりでもいろいろ楽しんでいただけるんだそうです。 い,いよすごいなでもその住宅街ですよね富山の駅からちょっとあっま、ね、あ一二分か便利なところか。で,で1415年でしょ、はい、本当とにやっぱり地域の皆さんがあ本当に、ね、足しげく通われるからと。はい、お昼頃もあの 取材に行かせていただいた時も、はい、あの本当にお子様連れから年配の方で学生さんとかもねいらっしゃってて本当に幅広い世代から愛されてるんだろうなっていう雰囲気のお店でしたまたこう見るだけのパンもいっぱいも買ってきてくれたんですけどクロワッサンすごく種類がありましてすこれ全部クロワッサンの生地そうなんです<あ>クロワッサンの生地で作られてて めめちゃめちゃゃ美味しこれ栗と渋皮入りマロンクリームのモンブラン風クロワッサンで他にはチョコクロワッサンとか、はい、カスタードホイップクリームのクロワッサンいちごのクロワッサンが季節限定のものですね。はいはい、であともう一つあのそのなんでしょうねクロワッサンの余った生地のところをこう組み合わせて、はいはい、キャラメルくるみのクロッカンっていうちょっとあの変わった形のものもあります。へ,ーへー うまいこと考えありますねそうなんですよ切れ端をうまいことやっうまいことを作って組み合わせて作られてるみたいなのではい。やチョコクロワッサンも一緒に見えてあるわチョコレートそうなんですよ見た目もすごい可愛いですよね可愛らしいおもたせにもいいと思いますこれ本当にはい。これは普通のプレーンのクロワッサンお値段がいくらですかはえっと百三十円です あ、あそう。はい。ええ。このクオリティで。ね。いや、すごいな。やっぱ、さが、よ、しってありますね、美穂さん。足しシ結構通ったはんねやろな。おっしゃる通りでした。生地がパリッとしてて、とっても香ばしくて。はっきりとした個性を感じる。はい。そういう感じですね。たくさんのファード系からソフト系から、いろいろありますので。ぜひ。店舗に行ってみてください。いや。はい。 ブーランジェリー、あ、ブーランジェリーさんで,いいですか。はい、ブ、そうですね、ブランジェリー。ブランジェリー、はい、アッシュさん。アッシュさんは何で。あ、これ、ごめん、さっき聞きたくて。<laughs> すいません。<laughs> 超忙しいお店なんです。<laughs> はい、ブランジェリー、アッシュさん、それでは、点数をつけてみたいと思います。じゃ、ん十点、十点、十点、三十点。<laughs> もう、コスタイは、こんな美味しいパン屋さんあるなんて。んねえ。 えー、場所をもう一度では佐藤さんお願いします。はい、えー。近鉄奈良線富岡駅から徒歩一二分のところにあります。東出口を出ていただいてえ路、ー、リがありますのでそこから南に進む大きな道を進んでいってください。えー、でえっ、ー、と突き当たりですね、えー、角を曲がったところ東側の角にお店あります。であの今日はあの紅茶の食パンの方は三百円ということですね、はいはい、一斤三百円になってます。うんいや本当いい香りに包まれて生きられるんやな思いますわ。はい。 富見にえぶッケないかな <laughs>、えー。ぜひ皆さんのおすすめのおやつ教えてください。おはがきは郵便番号五八五五二の八五零一五五二の八五零一ラジオ大阪ヒット＆ヒット三時です。おやつですの係かかまで。ファックスは大阪零六六五七七零三零一メールはヒットアットマークオビシー 一三一四ドットシーオードットジェーピー、こちらの方まで、ぜひ教えてください。おやつ娘の佐藤桃子さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。